い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、長野県の渋温泉に来ております。そしてですね、今は島屋さんというお宿さんに宿泊させていただいておりまして、チェックアウトするところですね。前回の動画はですね、概要欄 URL より一度ご覧いただけたら嬉しいです。そして、本日はまた渋温泉の観光をする予定なんですけれども、地獄谷温泉という猿が温泉に入る、観光地に向かうつもりですが、雨が降っております。まずはコンビニに行って軽く腹ごしらえしないとまずいかな。まだお店が全然やってないんで、かといって時間11時まで待つのももったいないので、お腹に何か入れてから向かいたいと思います。てい、出発しました。思ったよりも雨降ってますね。この雨だとまだ行けないな。少し様子見かもしれないな。湯田中駅行ってみるか。お、見えてきましたよ、湯田中温泉。おー、開けてるな、駅前。あ、こっちも良かったな。あ、お店ないか。これが温泉街通りなんですかね。まだ朝で天気も悪いからさ、風情しかないですけど、歩きたかったっすね。いやー、いいなー、このさびれた感じ。本日の朝食いただきます。雨が強くなりすぎてるよ、これ。道の駅北信州山の内さんに来ました。素敵な道の駅ですね。ただ雨が強すぎて中に入る気しない。道の駅で少し待機してたら雨も止んで、青空も覗いてきたので、地獄谷公園ですね、行きます。今のうちに行っておきます。楽しみー。駐車場着きました。時間帯がいいせいか幸い1台も車止まってないんですよね。では向かいまーす。途中にすごく洒落たカフェがありましたね。こちらお客さんいる模様です。地獄谷公園入り口 1.6 キロ、いきなり階段がありますね。ちなみに本日は猿不在だそうですね。まあ昨日も四分温泉で猿見れたので引き寄せる力があると思いますので関係ないですね、これはね。やはり気持ちいいっすね、この自然。今日はなんかいつもより心なしかマイナスイオンが多めな感じもするけど、いやー、絶好の天気だし癒される。結構歩いた気がするんですが、あと 1.3 キロあるんですけど、小川がありますね。だいぶ体がほてってきたんで一浴びしたいところですけども、先を急ぎましょう。こんなに歩いたのいつぶりだろう。静岡県の山奥にある夢の吊り橋以来かな。あの夢の吊り橋の時は散々でしたからね。もう夢の吊り橋どころか泥というか。あれ、ここさっき来なかった。あれ、残り1キロですね。今のところ人とすれ違ってないんですよね。なんでだろう。
あるうひあるうひ森の中森の中クマさんにクマさんに出会った出会った朝くも心なしかさっきよりも晴れ間も覗いて天気が良くなってきてますね。あーもっと晴れてほしいな。なんか体がポカポカして眠くなってきたな。あー眠い。川向かいに駐車場が見えますね。綺麗な駐車場。あっち行きたかったんですけどね、難易度がかなり高いということで、道幅が狭くてすれ違いがなかなかできないっていう話だったので諦めましたけど、あっち行けばよかったかな。もうすぐそこ Almost there。 いや上がってきましたよ。やっと着くわ。来たー、建物見えてきたー。うわー、ここ見たことある。テレビで何回も見たことあるわ。旅館があるんですねここね。あれか、すごいいい雰囲気。お猿さんを見ながらお風呂に入りませんか。もく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 。すごい、これ噴泉、噴泉っていうんですかね、天然記念物起き上がってますね。もしかしてこれが入り口ですか。ここまで結構歩きましたけど、さらに歩くのか。やった、もっと楽しみが増えた。ここに来て階段はきついぜ。足がパンパンだぜ。階段上がってすぐに入り口がありました。よかった。ではいよいよ入ります。チケットを購入しました。施設自体、建物自体すごく綺麗ですね。では潜入します。すごいですね景色が。もうここの景色だけでも結構感動レベルなんですけど、これに猿いて温泉入ってたら本当感動しちゃいますね。それにしてもさっきからね様子がおかしいんですよね。人が一人もいないんですよ本当。なんで来ました。この風景を私は待ってました。見えますか猿たち。かわいい、すげえかわいいな猿たち。いやマジで来てよかった。しかも貸し切りだしね今日。こんな体験もう二度とできないよ。硫黄の香りがいい匂い。あー小猿が、小猿たちがほんと毛づくろいしてる。かわいい。ある日ある日山の中山の中猿さんに猿さんに出会った出会った、雨降る山の中猿さんに出会った。
メモ帳をいただきました。すごい可愛い。なんか猿に出会えなかったらもらえるみたいなんですけど、あれ、俺が見た猿は何だったんだ一体。はい、地獄谷公園出ました。本当に来てよかった。天気も良かったし、猿たちも可愛かったし、何より貸し切り状態。こんな体験ね、もう二度とできないと思うから、もう本当に何の一辺の悔いすらないですね。というわけで、ここから30分ぐらいかけてまた戻りますので、ここら辺で動画は終わらせていただきます。そして、また続きはですね、後日動画をアップさせていただきます。渋温泉編、宿を変えての渋温泉編ですね。そちらをまた概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。またね。せっかく大雨の中来たのに猿に会いたかったよ、せめて一匹でも。紹介です。これはいいな、いいなしか言ってないけど、早速温泉入りますよ。源泉、むしろ昨日の方が街が明るかったぐらいだぞ。これは